2000年代の UK ロックを代表するバンド、アークティック・モンキーズ。今回は彼らの結成から現在までの活動を見ていきましょう。現在のメンバーは、ボーカルギター、アレックス・ターナー、ギター、ジェイミー・クック、ドラム、マット・ヘルダース、ベース、ニック・オマリーです。アークティック・モンキーズのボーカル、アレックス・ターナーは、1986年1月6日にイギリスのシェフィールドに生まれました。父は音楽教師で、母はドイツ語教師でした。両親は共に音楽ファンで、ターナーは幼い頃にビートルズやビーチボーイズを聴いていました。なるほどなるほど、これがビートルズ、ビーチボーイズか。なるほどなるほど、まあいい音楽やね、これね。母親はカーステレオでレッド・ゼッペリンやデビッド・ボーイ、イーグルスを流していました。いや息子、どうよ、俺がレッド・ゼッペリンよ。おお、なるほどなるほど、これがレッド・ゼッペリンっすか、お母さん。ありかな。息子よ、俺はお前にピアノを教えるが、一番大事なんは音楽っていうのは、従わなあかんルールもあるけど、最終は魂、これにつきますわ。覚えとけよ。あ、はい、わかりました。ターナーは父親からピアノのレッスンを受けました。いや、クック君、遊ぼうや。お、ええで、ターナーちゃん。近所にアークティック・モンキーズのギタリストになるジェミー・クックが住んでいました。おいら、マット・ヘルダース。よろしくな。どうも、アレックス・ターナーいます。よろしくお願いします。ターナーは学校でアークティック・モンキーズのドラムになるマット・ヘルダースと出会いました。俺はロックンロールスター。ちょっと、男子、ちゃんと掃除してや。何がロックンロールスターやねん、お前。全然リアムと違うやないかい。ターナーが小学校に通っていた頃、オアシスが流行していました。どうも、アンディ・ニコルソン言います。よろしくお願いします。ターナーとヘルダースは中学校でアークティック・モンキーズのベースになるアンディ・ニコルソンと出会いました。いやー、やっぱヒップホップって最高だよね。だよね。ヒップホップ最高だよね。3人はドクタードレやウータンクラウン、ルーツマヌーバなどのヒップホップに熱中しました。イエイ、ストリート最高。バスケットやスケートボード、BMX などを楽しんでいました。いやー、この親父の機材を使ってヒップホップのトラックをね、これ作って上にラップ乗せちゃいますか。またターナーの父親の機材を使ってヒップホップのビートを作ったりもしていました。メリークリスマス、息子よ。これな、プレゼント買っといたで。え、クリスマスプレゼント、え、なんやろう、楽しみ。ターナーは15歳のクリスマスに両親からエレキギターをプレゼントされました。ほら、エレキギター、若いやつやっぱ好きやろ、ギター。うわー、やったー、これヒップホップ好きやけど、やったー。同じくクックもクリスマスプレゼントとしてギターをもらっていました。あれ、ターナちゃんもギター持ってるやん、どうしたん。いや、これクリスマスプレゼントやねん、持って。お、マジで、俺もこれプレゼントでもらってんや。目指すか、リンプビスキッツ。あ、これな。おうおう、はい。15歳の頃、ザ・ストロークスなど新しいギターバンドが流行りだし、ロックに興味を持ちました。おい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 、俺今までヒップホップ好きやったけども、ロックンロールもむっちゃかっこええやん。買ってもらったエレキギター出動やで。いや、ほんま昨今のね、
ロックンロールリバイバルブーム、ね、これバンドやろうぜ俺たちも。おお、バンドかありやな、やろうやろう。ターナー、ヘルダース、ニコルソンはバンドの結成を決意します。いやまあありやな、楽器編成をどうするかですな。まあまあクリスマスにもらったギターがある俺はまあギターやん。でニコルソンなんかな、ベースいいんちゃう、ベース習いに行ったらいいと思うね。でベースやろ、で俺の連れあれやな、ギター弾けるやつおるから、もう一人ギターそいつで、ドラム、ドラムやな、ドラムがな、お俺ギターが良かってんけども、これも流れ的にドラムしかポジション空いてないんですけども、わかりました、まあ、生俺がドラムで。ターナーはニコルソンにベースを習うように提案しました。ギターにターナーの友人で別の学校に通っていたクックを誘うことにします。ヘルダースは他の楽器が埋まっていたのでドラムを担当することにしました。ジェイミー・クック、私がギターは担当します。おっす、お願いします。まあまあもう ボーカルなな、誰入れてもなピンとけんし、まあもう俺か、しゃあないな、もう俺が歌うっすわ。ターナーは最初ギターのみでボーカリストではありませんでしたが、他のメンバーが歌うことを拒否したので彼がボーカリストになりました。あのバンド名のバンバンなんですけども、ダサいと思うんですけども、そこで自分アークティックモンキーズっていうバンド名がいいと思うんですけども、どうでしょう。アークティックモンキーズか、ありですね、それにしよう。結成時バンバンと名乗っていましたが、クックの提案でアークティックモンキーズと改名しました。彼らはガレージなどでバンド練習を行いました。日々これ練習ですな、うん。2003年6月、地元バンドのサポートで初ステージを行いました。ビートルズやホワイトストライプスなどのカバーを演奏しました。あ、銃弾好きのジョン・マクルーアさんですか。自分アレックス・ターナー言います、友達になってください。おん、ええで、ギター弾く。ある時ターナーはバスでジューダンスキというバンドのシンガージョン・マクルーアと出会い、友人関係になりました。ターナーはジューダンスキにギターとして数回参加しました。ターナーがジューダンスキのデモ制作でスタジオを訪れた時、パルプのアルバムなどに携わったプロデューサーアラン・スミスがいました。ターナーはスミスにアークティックモンキーズのデモ制作を依頼しました。あのすいません、自分やってるアークティックモンキーズっていうバンドのデモ作ってくれませんでしょうか。オン、エベスミスのプロデュースでデモの制作が行われました。スミスはターナーがアメリカ人のように歌うことを注意したそうです。ターナーちゃん、イギリス人やからアメリカ人風に歌わんでええで。わかりました。スタジオオーナーは協力的でバンドにツアーの機材を貸してくれました。いや自分ら真面目やな。よし、わかった、ちょっと機材貸したるからツアー行ってこい。え、マジっすか、あざす。バンドはスコットランド、ミッドランド、イングランド北部の会場を回りました。これデモ音源やねんけど、よかったら聞いてみて。うわ、ありがとう、めっちゃ嬉しい、そしてイケメン。バンドはライブ会場でデモ CD を配りました。アークティックモンキーズの一ファンとして、このな、この間もらったデモ CD な、ネットでもういろんな人に聞いてもらおう。はい、ポチッとな。ファンはバンドのデモをネットで広めました。
これによりバンドは多くのファンを獲得しました。このデモはビニース・ザ・ボードウォークと呼ばれています。え、何？自分アークティックモンキーズ知らんの？こっから来るべ、こいつら。まあまあ、俺はもうそういうの最先端行ってるから。さすが私の彼氏、むっちゃイケてる。2005年4月にはイギリスの新聞に取り上げられ、デイリースター誌では今年登場した最もエキサイティングなバンドと紹介されました。バンドはプロデューサーにマイク・クロッシーを迎えてシングルを制作します。2005年5月 EP 5 Minutes with Arctic Monkeys が発売されました。バンドは発売するにあたり、バンバンレコーディングスというインディーレーベルを設立しました。